ました日本文化人協会はい、この番組は毎週土曜日、はい、夕方の、前回からですね、はい、夕方の3時から、はい、はい、時間が変わりました。ここお台場 NEXT 東京ベーススタジオにて公開生放送で、本日もお台場 TV よりお届けしております。この番組はあらゆる方面で活躍する独創的な文化人の方を毎週紹介し、そのネットワークから生まれる多種多様な分野をリンクさせて、新たな融合を図る日本の文化人協会を作ってしまおうという番組になっております。イエイエイ。またこの協会はあえて露骨に営利団体を作ることを目的とし、各分野の文化人が集まると、こんなことができる、はい、こんな仕事やこんなお金の話ができるということを模索しながら何かを生み出していくという番組になっております。イエーイ。はい、本日の MC は私、日本文化人協会の MC 2代目副会長の松本亜美です。イエーイ。チェケラよいよいよいよよいよいしゃイエーイ。お前さんはいはい、はい、2代目の文化人協会会長を務めさせていただいております、はい、MC の鈴木すーです。ラブ&ピースっていうやつ流行らないよ。流行ってないけど頑張ろう。ラブ&ピース流行るよ、ね、はいはいはい。さあ、お台場もポカポカで暖かくなってきましたね。もう暑いぐらいだね。暑いぐらいでお台場の皆さん、こんにちは。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 本日も生放送で。そうですよ。はい、お届けいたしますので、チャットの方でも番組に参加できますので、ね、ぜひ皆さん本日の1時間生放送もチャットの方で参加してみてください。よろしくお願いします。さあ、それでは早速、はい、本日のゲストさんご紹介いたしましょう。はい、ご紹介しましょう。はい。なんとも不思議な、新感覚団体ロドリゲスの皆さんでーす。よいしょ。こんにちは。もうこの、ね、タイトル、新感覚団体で紹介してもらってますけどね。もうご一行様ですね。ね。はい。先々週に引き続きの見覚えのあるキャラクターもありますけれども。あら、私は初めてだけど、まず、あ、ね、ほらね。ね、そうやね、はい。まずはちょっとざっくり説明の方。よろしいですか、はい、ほんまざっくりいきますよ、はい。はい、お願いします。はい。新感覚団体のロドリゲスさんは、世界が一気に平和にほがらかに、幸せをじわーっと味わえるように、小さな、いや、底辺から変えられる活動、ここがそれぞれ魂で行う活動団体、イエーイ。チェッキャラ、何やこのノリ、私も今日どうしたんや、私は。ありましたけども、ね、そんな、そうよ、新感覚団体のロドリゲスさん、はい、という、うん、団体なんですね、これね。ロドリゲスという団体名ね、うん、の方をゲストで掘り下げていこうと、こんだけやったらよくわからないのね。もう全然、もう、うん、アビちゃん、始めましたじゃない。始めましたね。わからないことがね、多々あると思うし、うん、多々ある。もう後ろのお面もね、うん、気になってしょうがないと思うから、うん、気になる。そこら辺のことを掘り下げながらね、うん、今日も生放送していこうかなと思いますけれども、はいはい、まずは、新感覚団体、ロドリゲスさん、うん、皆さんの自己紹介みたいなものをちょっと、うん、いただきたいんですけど、ね、よろしいですか。はい、お願いします、はい、僕からいきます。はい、行きましょう。ロドリゲス代表、ケンタロウです。よろしくお願いします。ケンタロウさん、イエーイ。ロドリゲス、はい、あ、いいですか。はい、はい、どうぞ。ロドリゲスの、平社員の卓球と申します。お、よろしくお願いします。あ、あるんですね。ロドリゲスの平社員、役職がね。あ、なるほどね。役職が終わりなんですね。平社員なんですね。そして、はい、はい、僕ですね。はい、ロドリゲス副代表、はい、ボブです。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。こんだけでも副代表やったらどんな感じやねんこれ。ボブさん先々週出ていただいたんですけども、ね、そうなんですよね。先々週出ていただいたのとはね、うん、全く違う。ロドリゲス的なボブさんはね、うん、こんなにスーツして、うん、しっかりした役職が、お疲れです。副代表ってあの4人やからもうちょっとね、うん、どういう感じでもわからんような感じで、ね、うん、生放送でお届けしますけど、ね、そして、はい、ボブさんの隣にいるのが、いっちゃん気になるよ。はい。ちょっと喋れないんで、僕から言いますけど、はい、スーツメンです。おー、はい、スーツメンさん、はい、ゲストのスーツメンさんでございます。あの、ソーシャルヒーローなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ソーシャルヒーローです。あちゃん、もう早速ソーシャルヒーロー言われてるけど、わかる、うん、分かれへんけどさ、乗っかっとからなんかさ、うん、いじめに遭いそうやん。叩かれたりしないよ。新感覚ないじめに遭いそうやん。ヒーローだから、ヒーローだから。大丈夫？ヒーローだから。はい、ヒーローです。さあ、4名。が本日はお越しいただいての、はい、新感覚だったり、うん、ロドリゲスさん、ロドリゲスさんよ、はい、をゲストで1時間生放送いたしますので、うん、はいはい、またね、見てくださってる方々がね、まあ多分ハテナが多いと思うんで、ね、いろいろな質問皆さんからのメッセージをお待ちしておりますので、ね、はい、まずはじゃあ、代表のケンタロウさん、はいはいはい、新感覚団体ロドリゲス、はい、ということなんですけども、はい、各、ね、一人一人にも役職がございましたけども、うん、どのようなチームでどのような団体なのかというのをちょっとケンタロウさんからちょっと軽く説明いただきたいんですけども、ものすごくざっくり、うん、分かりやすく言うと、はい、こうおのおので立つと、うん、おのおので立つ、うん、で一応代表なんて言ってる僕が言いますか、はいはい、僕が仕切って区分を従えるのではなく、おうおう、のではない、
彼は彼として立ち、はい、彼の行動のもとにロドリゲスをやってもらって、僕は僕のもとで立ち、はい、僕のロドリゲスの行動をやるっていう団体なんですね。おロドリゲスとしての活動ということだけじゃなくて、ロドリゲスに入っている皆さんの個々の活動、うんうんうん、そうおーって言って分かった今、うん、これっていう解釈っていう解釈っていう解釈で大丈夫です、うん、あの団体でやることも今後あるかもしれませんが、はい、基本的に、まあ、彼なり僕なり、はい、ボブなりの隣人と、まあ、何人間としてちゃんと過ごすことがまず大前提にあって、うんはいはい、でかいですね、宇宙の真ん中におるみたいやん、ね、そうそう、これが地球やから新感覚やね、はい、新感覚やね、うん、もうなんか息の仕方が変わってきた、もうどうしても息がしにくくなってきた、すごいね、まあ、見渡してもらえばすごく綺麗な風景広がってますよね、そうなんですよ、広がってるところね、素晴らしいじゃないですか、はい、例えばこの風景が、はいはい、こう例えばこう、うん、ゴミがコロッコロなんて風で転がってると、はいはいはい、まずそこにまず誰よりも先にゴミを拾いに行くのがロドリゲスの精神なんですよ。そうなんや。そうです。そういうことだった。なるほどな。はい。こんな風貌してはんねんけどな、ちょっとブラックミュージックっぽいやんか。ぽいぽい捨てそうな感じやねん。拾うから。どっちかっていうとね。ギャップだらけやからね。ダメダメ。もうステージなんてやってて、うん、ゴミが転がってたらもう歌うのやめて広がりに行くのがロドリゲスの精神。うん、あ、なんていうの、とにかく正義のヒーローに近づこうっていう感じ。うん、正義のヒーローがそこでなんか、はい、イエーってやっててもそれは関係なく。あ、で、うん、ちゃんと、なんだよ、さりげないヒーロー、さりげない、なんやろな、ヒーローじゃないんやけど本人なんやろな、なんやろな、なんやろまあでも、こう、4人で集まる時もあるけども、一人一人ちゃんと頑張れよ、サボるなよと、サボるなよと、なるほど、うん、それが集まってまた今から何か作っていこうというね、そうそう、ことなんですね、うん、今から発信という感じのグループなんで、グループっていうのこれ、うん、ここの活動ももうされてるわけなんですよね、うん、ここにはいろいろ、まあ、あの、ね、卓球は役所をやってますね、はい、で僕は一応ミュージシャンでもう20年、はい、あら、もう20年今日ミュージシャンでずっとやってます、はい、でボブはボブで自分の活動をいろいろインターネット上でやったり、うん、個人でやってますし、はい、まあ、彼はスーツメンとしてこうやって日々24時間目をつけてこうやってやってるんですね、24時間しるもんこれ、はい、スーツメン大変なんですよ、見れんのかこれ、これからも見れます、大変だけど、まあ、ここの活動がこうやってあるんだけれども、そこの、そこに一つこうロドリゲスとしての塊の精神をみんな共有しているグループだということですね、はい、絵も作っていこうの4人なんやね、そうです、絵も作っていこうというか、まあまあ、A 日本に最終的にはしたいし、うん、A 地球に最終的にはしたいと、だからロドリゲスの活動としては今後ですよね、うんうん、それを考えていこうということなのよ、今後とこういう活動をしていく、うん、こういう活動のする団体でありたいみたいな形の、うんうんうん、秘密結社でよろしいわけですね。そうそう。例えば、ロドリ、まあ、みんな、皆さん、今言ったんで言うと、うん、はい、その辺の、例えば、はい、今日、ここの掃除しますよって、うん、おじさんに投げかけられたとしたら、じゃあ、ロドリゲスで参加すりゃいいじゃん、みたいなことを当たり前に考えるじゃないですか。うんうんうん、当たり前だよ、ね。だってロドリゲスなんだから。うん。だろこの決めゼリフよくわかる。しかし、うん、ロドリゲスが新しいのは、そこは違うんですよ。はい、誘われてやるんじゃなく、おのずからやること。あの、逆にも、誘われたら、もう自分を責めなあかん感じ。誘われてもうたら先にやるなあかんねんから、そう、もう誘われてしまったことがもう苦になって、そのままもうそれで焼け酒みたいな、あかんやんか、慈悲の心ででも全部やらないといけないのよ、そうそうそう、焼けになってしまった、焼けになってしまった、新感覚やからな、うん、でもだから、はいはい、うん、自分からやるっていうことですね、うん、自分からやる、うん、何でも、うん、そういうやつらの集団です、余談ですよ、はいはい、主にはじゃあ、はい、なんすかね、世界的規模で、うん、地球的規模で、ね、ちょっと優しいことをしていきたいみたいな、うん、そういうくくり的な活動という流れでよろしいですか、言ったらアーティストとか役者とかの個々の活動があるじゃないですか、うん、それを取り入れる、結構取り入れる人が多いじゃないですか、うん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 、言ったらこんだけ4人が集まってるんだから、うん、じゃ あの新しい芝居を生み出そうよとか、うんうん、新しい音楽ジャンル切り開こうよとか、うん、っていう団体の方って多いじゃないですか、うんうん、そういうことでは全くないってことですよね、例えばそういうことをやるのに、うん、僕が追求したのは、はい、その新しいことやろうぜって言って考えてる時代がもう15年20年、まあまあまあ大体続いてるような気がするんですね、うん、新しいことを生み出すその先ってなんだろう、うん、ゼロってなんだろうって思った時に、うん、やっぱり俺たちの日常の一番朝起きて歯を磨いてみたいな基本的なところにあるのではないかと思ったわけですよ、うん、ロドリゲスは、うん、新しいことを生み出すのになるほど、だから誰が何のヒントを持ってるかわからないんで、うん、各々が、うん、各々の生活を
ロドリゲスしようすごい。なるほど、うん、誰よりもね、あのね、やっぱね、代表だから、ケンタロウさんがロドリゲスの言葉を使い慣れてるのはわかるけど、うん、まあ、ロドリゲスの使い方が合ってるのかどうかもまず分からない。なんかもう語尾にちょろっと使ってんじゃん。そうそう。ありがとう、ロドリゲスぐらいの感じで使ってんじゃん。使い方がね。ねそうそう。コメントいただいて、カルミさんが、またスーツメンおるやんって、ありがとうございます。はい、先々週に引き続き。品質気持ちやね。もうね、今週はスーツメンさんだけじゃなくて、スーツメンさんを含めた団体として、はい、実はこういう顔持ってたからね。そうなんです、今日グループで来ていただいたんで、はい、はい、そちらの、新感覚でロドリゲスとして今回、はい、ケイソさんで出演していただいてますので、はい、カルミさんがおはごリースいただきました。おはごリース、おはごリース、ね、スーツメンさんもいじりつつ、はいはい、もうこの団体をね、うん、今日はどんな団体なのといういじり方をね、それをちょっと暴いていこうというコーナーになってますからね、これね、今日はカルミさんはもロドリゲスってお笑いさんって聞いてたからね。こんなイケメンおれへんやろ。じゃあ、ね、新しい団体でございますから。そうよ。じゃあ先ほどちょっとお話も出てたんですけど、うん、早速、今後、うん、こんなような活動をしていきたい、うん、こういうことを目的としてる、あわよくもなんか、まあ、文化人協会の方々とこんなことで触れ合いたいみたいな話とかって結構あったりしますか？ねえ、俺たちが果たしてこのロドリゲスのこの精神が、はい、その文化人協会の方々とこうマッチングしていけるかどうか、まあ普通の生活であればマッチングしていけるんだろうけど、この精神は果たしてこれ今ちょっと思ったんですけど、これちょっとして俺たち浮いてるかなみたいな、いやいやいや、ちょっとだけね、あらこれ訂正必要かなみたいな、今回ちょっと宙に浮いちゃってるから、あれ健太郎さん気づいた、なんかあれこれひょっとして俺あれちょっと間違ったみたいな、なんかお医者さんやったら新しい病気の人をちょっとこう診察するような感じ、新種ね、うん、そうそう、新種のウイルスね、新種のウイルスの、今までの薬が全く効かない、効かへん、どうしようかね、ただここで出会った人とは、うん、あのザックバラにこう、うん、いろいろ連絡取り合って、うん、いろんな情報交換してい、まあ、行きたいですね、行きたいですよね、だから今日この番組やっぱそういうところすごく魅力感じて出させてもらってます、うん、よかった、少なからず魅力を感じていただけた、いやもう最高じゃないですか、日本文化人協会ですよ、はあ、このネーミングが俺はもうグッとなんかこう、グッときました、うん、いいですよね、心つかまれましたね、うん、このその露出していく分にはこうね、なんかこの4人でやってるんですみたいな感じで大々的にはやらないですか、今日だけ、今日とりあえずは今日だけ、今日だけなんや、今日だけ、うん、めっちゃレアやないか、今日あのね、すごいぞ、決してね人の前に出てね、俺たちロドリゲスですって言ってね、っていう感じはせへんねん、襟を立てるのではなく、襟立てないね、例えば渋谷駅の隅っこでね、ゴミを拾ってるやつがいたらロドリゲスと思ってくださいよ、うん、そういうことですよ、認知の仕方が難しいな、新感覚やろ、うん、そうそうそう、もう全然ね、人に目立とうと思って人前に立つのではなく、人のために何かしようと思って目立つのであれば全然いいんですけど、それがロドリゲスの精神だから、感じましたね、でも精神の話ですもんね、そう言ってたから、もう若いもあみちゃん も、うん、もう今日これをきっかけにロドリゲスみたいなもんなわけですよね、うん、そう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 ですよね、そうそう、さっきあのケーキをいただいたんですけど、あれはもうまさにロドリゲス精神ですね、私俺がケーキをくださいって言ったんじゃないですかいきなり言うな、私ちょっとね、ケーキを差し上げたんですけど、うん、そのことを、俺たちがケーキちょうだいって言ったわけでもないのに、うん、あのケーキがあるんですけど、よろしかったら食べられませんかっていう、この精神こそが、ね、ナイスロドリゲスでしょ、遠く前にやっぱ脳に栄養をね、糖分しかないから、どんだけ私合わさなあかんねん、そういうことな、そう、もうあの精神は はい、まさにロドリゲス精神、カルビさんが、はいはい、軽くアミちゃんとボケれば馴染むよって、うん、わーい、まあ、なるほど、もっとね、ボケ取ったやんねん、ボケ取ったら、うん、ロドリゲス、どっちがボケでどっちがツッコミなんて、そればっかり言われますから、どっちが4人よ、どっちが、お笑い芸人じゃないよ、マスコットじゃないよヒーローですからね、ヒーローね、でもあの本日も先々週に続き、うん、あのこっちのサブカメの方を回してもらって、はい、前回ボブさんが、はいはい、持ってきていただいた、はい、こちらのフィギュアの方、はい、ババーン出ました、来た、こちらもう一回じゃあまたボブさんの方からご説明いただいて、また偉い回り方やなそれ、これはまあ、あの魂のこもったフィギュアですね、このロドリゲス精神のこもった、はい、1体3万円のフィギュアでございますえ、嘘、はい、1体3万なんや、そんなするんですか、これはもう、え、現代の価値で、ね、そうなんです、昔の金でも安い、はい、安いな、安いです、そしてあの、はい、あの先々週も、はいはい、あのこのフィギュアが 1.3 万するという驚きのトークが始まったんですけど、うんはい、そこにロドリゲス精神は今回初めて聞いたからね、はい、ほんまにロドリゲスですよ、これ何なんだっていう、先々週はロドリゲス精神この中には詰まってなかったはずだと思った、うん、今週ね見た目変わってないはずなんだけど、ここにロドリゲス精神ロドリゲス入ってんねん、入ってない、間違いない、どういうからか分からへんけど、まあ、それはそれでええんちゃうか、はい、
え、それなんかこれフィギュア？はい、フィギュアですね。なんかやってくれるとかないの、はい、夜ちょっと動くとか。内緒で。まあ、今度あの絵本とか出す予定ですね、これで。あ、そうなんや。あ、いいね。そうなんですよ。そしたらこんなちっちゃな可愛いから、うん、そう、ボブさんはボブさんとしてこのね、うん、後ろにもいらっしゃいます、うん、スーツの、うん、うん、プロデューサーというか。そうです。そうですよね、はい、そういう活動をされてるの。あ、そうなんです。ボブさん絵本絵本とか、まあ、やりたい、あ、なるほどね、あ、そうなんや、はい、でこのパンダは、はい、あのパンダ慶次郎って言って、うん、このキャラクターなんですよ、ね、はい、歌舞伎の、そうなんですよ、歌舞伎もんなんですよね、はいはい、知らなかったですね、今ね、うん、この辺でもさ、そうそうそう、ちょっと待って待って、お迎えみたいなとこ、初めましてね、いやいやいや、初めましての流れですよ、で、ツイッターとかやってますんで、はい、ぜひ、うん、あのツイートしてくだ、あ、フォローしてください、うん、はい、で悩み相談なんかすると、うん、あの答えてくれるんで、うん、あ、そうなんですか、悩みがもう、パンダさんが、はい、パンダ、はい、パンダ健次郎、パンダ慶次郎です、ね、慶次郎さん、慶次郎、はい、はい、そうなんです、よろしくお願いします、よろしく、え、どういう性格、ボブさんはボブさんでそれをどうされてるのか、すごいな、あ、そうかそうか、それでちょっとこう、いい化学反応起きたらええなのように、そういうことです、なるほどね、ただここにロドリゲスが組み込まれてることは今週初めて聞いたよね、え、でもそんなあれでしょ、4人そんな歴史不可えないんでしょ、この付き合い的なの、ですね、歴史的にはこのボブと僕が深いんですよ、歴史的にもう10年、10年になるかね、あら、なるほど、10年ぐらいの付き合いがあって、はいはいはい、ロドリゲスってこうやって初めてこうやって出るんですけれど、うんうん、はい、もう10年今日電話でロドリゲスの団体はこう作ろう、うん、ああ作ろうって何回も、もう電話で、うん、もう何百時間ってトークを重ねてまして、重ねてます、でも電話で、ね、もうすごい実体のないものにしようとは最初から言ってるんですけど、うんうんうん、だから、うん、あんまりこう実体をね、さら、うん、すようななんかこう、うん、俺たちですって言うんじゃなくて、うん、やっぱりさっき言ったように渋谷駅の隅で掃除をしてる人がいたら、はいはい、あ、ロドリゲス、あ、ロドリゲスだ、分かった、出たみたいな、出た出た出た、公用の仕方はそういう感じなんですね。大体社会貢献してる人を見つけたらもうロドリゲスなんですよ。そうそうね。そうね。でもなんか聞いたところによると、私たちもちょっともう入りかけてるらしいねんか。全然入ってますね。でも入ってます。入ってます。もう半分ぐらい。半分でもどっぷり浸かりよるらしいねんや。さっきケーキもらったんですけど、あ、まあさっきしたか。おじいちゃん並みやな、繰り返し方がな。コメントいただいて、カルプさんが。フィギュアの訪問販売はやってんのってボブさん、あら、やりましょう、じゃあこれから、お宅を行きますから、ちょっと住所お願いします、そういう感じでやったよね、訪問販売もそれちょっといくらでもやりますよ、ありなんですか、もういくらでもやります、これラブ&ピース九州や、九州言っていただけたら、はい、あとパンダ慶次郎さん先週チャットに来てたよねって言ってたんですけど、パンダ慶次郎さんとして番組に参加してたの、え、そうだそうだ、先週慶次郎、慶次郎出てきて、ちょっと、うん、今回もね、ぜひもしね、はいはい、よかったらチャットの方で来てください、パンダ慶次郎さん自体がね、お願いします、来てくれたら、はい、それ楽しいね、そうなの、これが面白かった、うん、ここにフィギュアがありつつ、ね、本人登場みたいな、そうそう、慶次郎出てこんの、出てきます、出てくる出てこい、ちゃんと出てこい、慶次郎、今日出てること分かってます、分かってある、言ってはあるんですけどね、番組中にもしかしたらね、ささくってるかもしれない、食べながらでも見れるからな、ちょっとささくってる、道草じゃない、ささくってる、パンダまんまや、パンダのまんま、カルビさんから、ロドリゲスは何して稼いでるの、それ一番聞きたいね、稼いでるの、お金に、そうそう、関係ちゃんと持ててるんですか、ロドリゲスの活動って、あのね、ここの話はあったじゃないですか、あのね、はいはい、あのロドリゲスってね、そのやっぱりちゃんと食わなきゃいけないんだけれども、そのね、はいはい、まずお金の価値を否定してみようかっていうところが入ったのよ、うん、そんな一番最初に絶対的なもん否定する、うん、このボブと話をしてるときに、はい、うん、お金を得るっていうことがもしなくなって、うん、ブツブツ交換の時代になったら、うん、あの今よりいいのかな悪いのかなみたいな問いかけから、うん、なるほどね、ここへ至ってるんで、うん、あのね、そのまあちゃんとね、それなりになりわいを得て食ってはいるけれども、うん、ロドリゲスとしてお金を稼ごうっていうのはちょっと気迫かな、その辺のな、ロドリゲスでは稼ぐんちゃうんだよね、ロドリゲスとして稼ぐっていうことがもう目的から外れてるってこと、ね、外れてる、うん、福祉団体って言われてもしょうがないけど、うん、あの人が笑ってくれる活動をしたいのね、とにかく、うん、そうですね、素晴らしいです、うん、人が本当に小さい、うん、もうね、乳児からもう、うん、もうおじいちゃんまで笑ってくれるような活動をね、うん、できりゃいいなと思って、ただものすごい漠然としてるから、その辺はちょっと研究が必要だけど、もう言ったらこの3万円のフィギュアをばらまけばいいじゃないですか、ね、ただね、それがね、その
お金の価値なくそうぜってところが入ってんのに、もうなんか、もう値段ついてもどうか、いや、もうなんかこう、はいはい、いろいろね、こう価値をつければ、うん、いろんなもんがいろんな値段で売れちゃったりする時代になっちゃってるわけですよ。だからこのお金っていうのがね、本当に厄介で、うん、俺たちにとってはね。だから、このお金の価値を、ちょ、一回みんなで、地球上全員で、お金の価値を全部、一回、ペン飛ばしてみて、うん、だブツブツ交換の時代にしてみようかみたいな発想、じゃあ言ったらロドリゲス内ではもうお金の価値自体がなくなってたりとかはしないんですか？あのね、もうすでにブツブツ交換にロドリゲスになってる、うん、ものすごいお金に執着してるんで、なんでよ、なんでよ、ロドリゲス内だけでもブツブツ交換は成り立ってないんですか？ものすごいね、あのね、じゃあちょっと飲もうかって言ったね、うん、もう1 2円ぐらいまで割って最高にちっちゃい額や2円で、うん、いっちゃ割れる、うんうんうん、2円を1円ずつで割るみたいなところぐらいまでいってでも執着感はものすごいものがあるけど、うんうんうん、あでも逆にだからこそもうこんなんするの嫌やってなってもう出る感じですか、うん、そうそうだからねこの、うん、このなんで1円を割んなきゃいけないんだろうみたいなね、うんうん、このお金に支配されてる感じのこの感覚が嫌な2人が電話で一回そういうのやってみたいよねってお金の価値のない世界でブツブツ交換で生きてみたいよねみたいな話からがロドリゲスに至ってるっていうところを、うんねうん、そっからやったん ね、 それはね叶えられたら相当でかい話ですけど ね、うんまあね 俺はまあ音楽やったり、うん、あのバイトやったりして食ってるし、はいはい、彼は役者やったり、うんまあ、バイトやって食ってるっていうような現実がそれぞれあるけど、うん、ロドリゲスとしてはうんそうねなんか食う何かやっていく、うん食うための何かやっていこうかなとはちょっとはあるけどね、まあ、さっきと意見変わってますやん、うん、だいぶ情緒不安定になるよまた私、うんまあ、お金が欲しかったりいらなかったり、うん、いらなかったりとか、うんまあ、やっぱね、うん、精神は曲げたくない、うんうん、やっぱり最初言った通り、うん、本当渋谷のね、うん、あのところでもうゴミ拾ってる人いたらそれがロドリゲス精神でね、うん、それをねやっぱ広めたいのがまず、うん、精神はそうですよね、ガンがあるかな、精神はそうですよね、活動的なもんはこれからやったるでみたいなないんですか？これからやったるでね、やったるでみたいな、あのね、うん、今やっぱこうやってネットが普及してるじゃないですか、うんうんうん、だからあのいろんな自分の意見はガンガン言っていきたいと思ってますね、ロドリゲスとしても、うん、あのケンタロウ個人としても、うん、いろんなところで自分の、うん、意見が言えたらいいなと、はいはいはい、意見言う、うん、本を書くとかまたそんなんではない、本はね実はもう着手してます、うわそうだったんですか、僕がね、ロドリゲスじゃないよ、ロドリゲスがじゃないよ、あそうです、僕が本はそのロドリゲス精神っていうのが要するに、うん、非常に俺が身勝手から始まったようなところがあって、うん、で俺の考えをまとめるっていうようなことは今ちょっとやってるんですね、うん、やってるんや、だから本はそのうちちょっと出すかもしれません、うん、でも分かりませんね、それも分からない、まあね、分からない、うんね、でもまあまあね、うん、うちのとこも本を出してらっしゃるあの出版社の方とかいらっしゃったから、それはできへんかなと、うんうん、そうそうそう、そういう意味では文化人協会ブツブツ交換でもあるんですよね、ここ、うん、なるほど、だって、ね、能力のブツブツ交換なのよ、うんうん、なるほど、ロドリゲスここすごいじゃないの、ここ、はい、あれだから、ね、これこそがもうロドリゲスならなってもらってもらってだろ、ハマってるのよ、ハマってる、ハマってる、私なんか来週あの麺かぶとったらびっくりしたどうするんですか、でもそうそう、ね、この MC のあの看板、ゲストさんの看板も出ていただいたゲストさんと言ったらブツブツ交換だもんね、うん、なるほどね、そう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 、あ、そうなんや、そうなんですよ、だから、うんうん、うわー、もうロドリゲスやね、これロドリゲスですよ、ロドリゲス、来る前にロドリゲスしてたよ、してたよ、私たち、その前にね、すごいよね、カルビさんからコメントいただいて、はいはい、あのお金持たないって江戸時代みたいですね、うん、確かにいい時代だったらしいですからね、はいはい、っていう話で、アミちゃんはユキチーだけど大好きだべ、うん、ユキチー大好き、ユキチーがプリントアウトされてるやつが好き、ユキチーっていうより、うん、あの噂のさすがね、そうそうそう、噂のユキさんが乗ってるやつがね、いやでも物々交換ができる世の中あって、うん、またそれがビジネスになるっていう世の中がなるならば、なんかね、あの噂では聞いたことがあって、その物々交換である限定の箇所をね、はいはい、あるグループが借りて物々交換やりましょう会みたいなのはやってるっては聞いたことがあるんですよ、そうなんや、ただねそういうところに顔出すと必ずそうではないんですよね、物々交換、そうなん、物々交換をやるための入場料を取ってたんですよ、本当の意味での物々交換だけでは成り立たない、あのね本当にね、うん、なんていうんだろう、生活のね上に成り立つ物々交換を俺たちは本物の物々交換をやりたいなっていうところなんで、それはねでもね今の世の中なかなか難しい、友達同士とかだったらできるかもしれないけど、でも生活って意味じゃ難しいですよ ね、だから昔の人が物々交換でだんだん便利になって、やっぱこの
ね、でっかい石の、ね、昔はお金でかかったじゃないですか、うん、あれを交換しよう、でも、はいはい、持ち運ぶの難しい、ちっちゃしようって言って今になってるから、それを戻していくのものすごい時間かかりそうやから、うん、なんかちゃう活動ない、うん、他で、ね、多分無理やわ、ね、やります、やります、無理っぽい、うん、あれじゃ答え出たやん、ちっちゃいとこからやったらいけるかもしれへん、うん、そういうあのある一定期間というか、うん、その時だけはできるかもしれない、あ、俺大阪行った時に、うん、なんかね、うんうん、一発笑わせてくれたら、はいはい、あの500円のものを、うん、50円にしてやるって言われて、うん、笑わして50円にしてもらったことある、うん、わー、そんなの話じゃないそれ、いや面白いの、いやそれはね、だからね、その時に感じたのが、はいはい、そのおじさんの心意気でしょ、そこ、あ、なるほど、お客に対するね、心意気というものが、ね、それ大事ですよ ね、うん、だその時とかに、うん、そのロドリゲスの精神をすごく感じた、なんかこういう他人との付き合いが、うん、全然かむしみでもないのにできる大阪の街っていうのがすごく素晴らしいなって思った、ね、大阪特殊なんですよね、ちょっと言っていいのかな、ホームレスの方とかが100円拾ったやつを500円とかで売ってるんですよ、はいはい、なんか片方の靴とかも売ってたりして、それ聞いたことあります、そう、ほんまにやってるんで、だからそういう世界行ったらちょっと価値観もっと、ね、修行っていうかもっとなんか説教されるかもしれない、極、うん、めてらっしゃるんや、極めてらっしゃるんや、はいはい、いよいよパンダケイジローさんからお来た、はい、パンダケイジローさん、おいしょ、はい、俺がパンダケイジローだーって言って、来たか、遅く来て申し訳ない、片付けないって言ったんですけど、遅刻遅刻、助けて、ケイジローさん助けて、いっぱいいっぱいフォローしたいけど、どういうこと、これ侍さんなんこれ、侍さん、いや、さっきあの、ね、映ったフィギュアの、うん、パンダケイジローさん自体が、あの、ツイッターの方で、うん、はいはい、はい、ツイッターで活動してます、みんなの悩み相談とか受けてるの、してます、してます、そのケイジローさんが、あの、今回もあの番組に参加してくれたっていう、はい、現代的な侍さんや、もう遅いよ、もう前半の30分終わっちゃったから、もう早いな、ダメだ本当に、あとカミさんが、はい、アミちゃん雪中浮かべたお風呂でのセクシーショットが似合いそうだよって、またそうエロに持ってみたショーマーピルマンからいい、ね、やるよ来週やるよ、好きね間に合うなら平成とかね、うん、ただもうなんか、うん、なんですかね、時代とか世の中的に、はい、なんか悪い話、良くも悪くも、うん、なんか、うん、お金さえあればみたいなね、うん、話でまとまっちゃうところがあるじゃないですか、うん、もううんざりするじゃないですかそういうの、もうお金さえあればいい、もういいって、もうそういうのいいって、なんかさそうそうそう、心からみんな笑いたいと思うのよ、そう今言ってる人たちも、それ社会やからほんまに、みんながね、うん、そう思ってる時代だと思うんですね、うん、か心から笑うために、はいはいはい、一回お金の価値をペッ捨てるみたいな、それはね欲しいですけどね、うん、ぜひともね、じゃあ、はいはい、今後の話として、今後の活動としてもそうですし、言ったらなんすかね、文化人協会 と、うん、ロドリゲスさんの活動とを、じゃあちょっとブツブツ交換しましょうよ、ほんまや、なるほどね、うんうん、どうしていこう、そう、文化人協会さんが何々ください、その代わりもう、うん、あのロドリゲスも何々あげます、うんうん、の話をちょっとじゃあ煮詰めましょう、なるほど、はいはいはい、うん、はいはい、文化人協会が、まあ、してくださいというのは、それこそ、ね、うん、番組もやってますし、うん、今まで来てくれたゲストさんとのつながりもあるじゃないですか、うんうんうん、ロドリゲスさん的にあの文化人協会に、あの僕たちはもうお金の代わりにこれしますっていうのはどんなことがあったりしますか、そうね、ブツブツ交換しましょう、ブツブツ交換、うん、ね、ブツブツ交換は、まあ、はいはい、うん、まあ筆頭に挙げられるけれども、うん、あ、例えば僕の場合だったら、うん、あの詞を書いて曲を作るんで歌を歌ったりとか、はいはい、あのそういうお金いただかず、うん、ケンタロウさんの一アーティストとしての活動の一つですよね、うん、それはそれもあるんだけど、はい、それをまあロドリゲスに持ってきてもいいし、ロドリゲスに持ってくるんですね、お金いらねえよ、お金いらねえよ、いいね、粋ですね、うん、まさやここでお金取ったら何の話やってるんだお前ら営利団体じゃねえんだろっていう話だけど、ね、そうです、すいません、あえて露骨な営利団体です、うん、僕はね、うん、だからその辺で、まあ、やれることはあるかなと思うけどねそのカルビさんからコメントいただいて、はい、それで日本が先進国で経済大国である必要がないってことかなって、難しい質問だ、ね、まあ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 ね、言うてもいいと思うんで、あのケンタロウさんそこまで考えてない、あれね、あのいや考えてないって思うでしょ、一見そう思うでしょ、何にも考えてないような感じするでしょ、考えてないんですね、いやいや違うんだけど、あのね、先進国で日本が先進国で戦後にねこれだけ成長して、でも世界でナンバーワンみたいな経済国になったからこそ、うんうん、ブツブツ交換に行く時代になってんじゃないかいっていう投げかけね、うん、ありますよね、
と俺は思ってる、うんうんうん、そういう意味ね。先ほどのコメントでもいただいてたんですけど、うん、やっぱあの江戸時代とか昔の話とか、うん、そういう古風なところだったり、うん、昔の文化だったりに、憧れだったりを持ってるみたいなのもやっぱあったりするんですか。あのねその過去をね、うん、過去の良かった時代に戻ろうっていうんじゃないんだよね、うん、あくまで進んでいくんだけれども、うん、そのやっぱお金で苦しむみたいな話があまりにもねこう、うん、多いから、ね、うん、じゃあ一回お金の価値みたいなのをなくしてみる世の中っていうのを想像するぐらいはいいんじゃないだろうかという根拠ですね。根拠はね、うん、そうやな、うん、でも、まあ発想ね、多分私らやったらねそう思うけどめちゃくちゃお金持ってる人は絶対それあかんっていうと思う、うんうん、そうだねやろう。だからそれの人をどう言いくるかええねんって私は考えないの。いきなりその人の価値を全部ゼロにさせるんだよね。だって頑張ってきてやんか。だからそれどうしたら納得してくれんのやろな。その辺はだからその、うん、もしよ今の発想がバーンと制度化したとしたらよ、うんうんうん、そういう人はやっぱ頑張った対価がやっぱり絶対に必要なんで、うん、そういう人にはその対価に対するその対価を用意して、うん、用意してちゃんと、うんあのね、その人に権利をちゃんとね、うん、お金に代わる権利か、な権利とか、なんかそういうものを、ぜひこれがあなたの頑張った、うん、あの今の貨幣価値がなくなった世の中での価値ですよっていうところで、うん、もちろんそれはするべきですよね。お金というもの自体に価値がなくなったら、うん、何かでまた補わなければいけないんですよね、うん、もう絶対それは絶対そうだから、うんうんうん、それはそうだと思って。すごい言ったらだってお金がなくなったら権利と権利の交換だからね、うん、そうそうそう権利、うん、あそういう時代来たらちょっとでもすごいな。それはすごいことよね。めっちゃ喧嘩しそうやけど、ね、あのパンダさんから、うん、コメントで、うん、心を置いてきぼりにした悲しい日の本なんて、うん、日本ってことは。ああ悲しい日本、日本なんて悲しいじゃねえか、うん、そうだ。何の話ですか。どうしたら急に。パンダさんコメントくれるなら助けてください。絶対に笹食べながら聞いてなかったろ、うん、お前。いやこれはもう魂の叫びですね。これは。はいはい。パンダさんのね。愛ですよ。パンダの愛です。パンダさんの愛の形はこういう形だったの、うん。そうですそうです。あのカルビさんが頑張った人は5人妻をモテるとかそういうことって。あーねえ、その価値の話でね。そうね、そういうことはまたね、なんだろう、欲っていうのがね、人間誰しもこうね、うん、持ってる罪だと思うのね、うんうん、俺はね、はい、でロドリゲスの精神でさっき、まあ、ものすごい例えで、はい、その渋谷で掃除してるおばさんを見たら、はい、ロドリゲスだと思ってくれって言ったけど、はい、そういう心根ってなんか無欲のね、うんうん、お金発生しないけどここをきれいにしたいっていう気持ちでそうやってらっしゃるおばさんがいたりするわけ、うん、そういう人に出会った時にやっぱり心をね、自分の心を何だろうな、ちょっと顧み、あ、自分を顧みるような気持ちにさせられるっていう時があって、うん、で、うん、だから俺たちはその精神を大事にしなきゃいけないんじゃないかなと思った時に ね、 やっぱだからあれじゃない、ロドリゲスはもう精神論の話ですよね。そうだから、うん、街をきれいにしとるんじゃなくて心をきれいにしとるわけか、うん、だからロドリゲスっていう、うん、本当にもうロドリゲスの活動だったり、うん、ですよね。ロドリゲスの精神というものをいかに少しずつちょっと世の中に浸透していくというか、うん、そういう人たちが増えることによって、うん、あロドリゲス、うん、ロドリゲス活動ですよね、うん、そうです。もっと言うとね、はい、もっと言うよ。そこに今飛んでる、うん、あの、はいはい、スズメちゃんの命も、はいはい、ここにいる俺の命も、はい、そこに生えてる木の命も、うん、俺は全部フラット、うん、一緒だと思うのね。そうだ、俺が大事なんじゃなくてあの木の方が大事だし、うん、あの木が大事じゃなくて俺も大事だし、うん、っていう、うん、その地球っていうのは同じ価値がガーッと回ってることをみんなに分かってほしい、うんうん、それはすごいことですね。いやでもそう思いますよね、うん、だって資源とかね、どうせ人間がね、うん、なんか奪っていったらね、うん、どうせエコになっていって自分また不便になっていってるじゃないですか、うん、自分がしっぺ返しやってるし、うん、どうせ回ってるんですよ、うん、やればやるほどね、うん、そうそう、じゃあやっぱ一緒やね、うん、もう自然の法則に従ってね生きていく仕組みをね、うん、人間がやっぱり辿る方が未来があるんじゃないのかなって俺は思う、うんうんうん、そうそうそう、間違いない。カルビさんからメッセージいただいて、はいはい、人間も動物である以上は欲望はなくせないでしょって、まあ、理性だけでは生きられないでしょって、うんうん、そりゃそうだな。ダメ、ケンタロウさんがそれ言っちゃダメ、うん、いやいや、そりゃそうだなっていう理解は必要じゃん、うん、あ、まあ理解は必要ですよね。理解は必要だけど、うん、その欲望のためにね、やっぱり悲しんだ命たちがいっぱいあるんだなって俺は思うんだよ、うん、その、いや、その考え方は大事ですよね、うん、ね、そうやって発信する人がいなかったら誰にも伝わ
わらなくなっちゃう。いや、欲はもう本当、100歩譲って俺も欲があるのを認めますけど、ね、ありますもんね。欲はあるからね。まあ、動物愛とかもいろんなものが強いということで。いや、でもなんか言葉がどうだか分かんないですけど、そういう、なんていうんですか、理想というか、うん、そういうもの自体が失われたらもうダメだと思うんですよ。うん、そうなんだよね。だからやっぱり悲しいことが起こった、うん、こういう世の中だから、もっと言っていこうよ、やっていこうよ、絶対エネルギーじゃないですか。うん、そう、そうそうそう。そうですよね。それ、だからそれこそがロドリゲスなわけですよ。そうです。あ、でも分かる分かる。でも喋ってる時ってあれや、そういうことについて、じゃあまたそれで大事やなと思い知らされてさ、うん、もう一回なんかゴミでも拾おうかって、ちょっとでもそういうのが広がってきたらええっていう感じするやん。こう話すだけでもロドリゲットンちゃうの。ロドリゲットンちゃうの。こういう大事なことはもう一回噛み締めるじゃないけども。そうでゲス、そこゲスなんやな。ロドリゲスのゲスやな。やっと言ったんだけど、そうでゲスやな。そこから来とんか。そうなんです。じゃあやっぱりあれですね、もうロドリゲスするためにどうやっていこうの話がやっぱ一番に座るのが、ロドリゲスにとっても文化人協会にとっても一番いい流れですよね。アビちゃん的にロドリゲスさんのその活動とかさ、そういうなんていうの、理想とかを聞いて、じゃあちょっと文化人協会とこういうことしてよみたいなのって何かあったりする？なんか活動がさ、でも今、今からやっていこうってとこやから、なんか、でももうちょいさ、でも固めてちゃんと宣伝はして、こんな精神をあの、解いてるんですよってこととかをさ、みんなにこう伝えたいからさ、こう伝え役の人っておったっけ？やっぱ、こう、今までのゲストさんでさ。本の人はいたけど、なんだろうな。なんだろうね、ロドリゲスさんを難しいな。宣伝していける方がいいと思うのよね。なんかやっぱり入りたいと思っても、どこに言ったらいいんとか思うし、その精神論聞きたいのよってなった時に、でも渋谷ね、どっかゴミ拾いしとる人さ、いつも探し行かれへんか。いやでもこの間の、あの、スーツメンさんだけの時もね、もうそうだったんだけど、やっぱ渋谷とかね、原宿の竹下通りとかで、この格好で動いてるだけで、まあ全然これ一つで宣伝効果があるわけだから。まあまあ、そりゃそうやね。これの活動価値をもう少し深める。あのね、だから、スーツメンもロドリゲス一員だから、俺たちが全員スーツメンになって、それこそ宣伝活動って言って、ロドリゲスの宣伝活動で、みんなが5人でスーツメンになって、まあ、原宿なり歩いていると、で俺たちロドリゲスっていうことでゴミ拾いかなんかしながらこうね、このスーツマンで汗だくだくでガーッてやって、でそういうことやってってもいいしね。俺たちの活動ということで言うと、あのたくさんあると思う。それはもうね、あのいっぱいあるんで、あの話していけばもう活動しようと思えばすぐできることだと思うのね。ただあの大事なことを絶対忘れがちなんで、こういう精神論の塊っていうのはね、それを絶対に壊しちゃいけない。ないから、それをやっぱ強く俺たちは持っています。社会貢献的な流れはもう主にはロドリゲスなんですね。ロドリゲスですよ。なんだろうね、アミちゃん、アミちゃんなんかやってほしいこととか、なんかやってほしいこと、ちょっと難しいね質問今日。なんかどうやってもらおうかなと思ってさ、どうしよう。社会貢献だからね。そうやね、社会貢献するのにさ、やってくださいって言って頼んでもさ、俺ら気づかされんかったって思おうって悲しむんやろ。だからでも一緒にもうロドリゲス入ってさ、入らさせていただきたい。まずそれで考えていきたい、その気持ちになりたい。まずロドリゲスの精神を、どっぷり使ってやっと分かると思うね。だから私もさ、浅いとこだけでさ意見したらあかんぐらい深いと思う。ここはロドリゲスとして何を、個々の活動としてはやっぱアーティストさんがいたりね、スーツメンさん打ってたり役者さんがいたりっていうのがあるんですけど、ロドリゲスフューチャリング文化人協会ってなった時にね、お互いにね、それこそ物々交換じゃないけど、できることないかな、お互いにお互い様でできることがね、なんかないかしら。気持ちの交換すればいいんじゃないですか。気持ちの交換、気持ちの物々交換。なんてうまい話をまとめようと。でもおったやん、あの人、あのさ、なんかええさ言葉とかを言っていく人、誰やったっけ、あの人、なんかさ、わかる、あのわかります、なんかね、名言をね言っちゃっていくね、会をやってる人いるんです。あそこ行ったらものすごいいいんじゃない、覚えてる、ロドリゲスさんが、杉原さんね、杉原さん、それ北原白秋さんで間違えて、そうそうそうやね、ほんで放送の回数ちょっと減ったかもしれない、それもまたよしですね。文化人協会が、うちの番組が何かロドリゲスさんと携わることで何か生まれないかなと思って、ロドリゲスさんがいろんなところに行って
って、そう活動を増やすっていうのは、うん、それはここからだから、うん、言ったらね、いくらでも無限、うん、無大にある、無限無限にあると思うの。でもさ難しいのよ。難しい教科として、まあね、なんですかね。なんやろな。逆になんかこんなことで、うん、ロドリゲスとしてこういうことで携われますみたいなのってなんかないですかね。うん、それをくださいな。うん、あれね、ね、あのどうしてもロドリゲスでなんかしたことがこれが一発目でしょ。そうですね。だから難しいね。いかんせんここが問題なわけで、その、うん、なんだろうな。だから俺で言うと、そのどこで行っても音楽やれますよみたいなことは、うん、まああるんだけれども、うん、その辺は、ね、あのロドリゲスのその塊としてはやっぱ今後の、うん、そうやってあのこっちからやっていけることを、うん、あの固めておいた方がいいなとは今しみじみ思ってるけれど、うんうん、今思った今気づいた今あれ何もできんやんみたいな42分たっとるよ今気づいた、ね、でもあの、うん、何でもしますよ、うんうん、本当に、うんうん、そうか、多分だから社会貢献的な流れだったり、うん、何かしら、うん、今後文化人協会がイベントをやるとか、うん、ってなった時の参加の仕方って多分ねロドリゲスさん的にはいろいろあるかなと思うんですけど、うん、何かしらやっぱねうちの番組なんでね、うん、お金と仕事に ね、なんかでけんからねでもめっちゃ難しいね話がね何やろうな。ただね、あの、こういう考えとか、うん、こういう文化人協会みたいな趣旨みたいなことに賛同してくれる人がね、うん、もういっぱいいると思うのよ、そうやね、世の中にね、うん、でそういう人たちをまず集めなくちゃって、うん、俺はそういう気持ちがすごいあって、あの四国の方とかでね、うん、全然もう世の中がこうだからもう俺はいいって言って、うん、あの世の中とまず接触を絶って、自分の友人だけと付き合いながらミュージシャンをやってる人とかね、うん、もうその人はすごく空海なんかをすごく勉強しているような考え方を持ってる人だとか、うんうん、そういう面白い人たちがね、それ、うん、あの話していくとこう結託できそうな人たちが世の中にはたくさんいると思うんだよね、うん、そのお金もちろんお金も重要です、うん、あの全然ノーって言ってんじゃない、うん、お金も絶対必要なんだけれども、うん、あのそういう新しい考えっていうか、うん、可能性があるんじゃないかっていう考え方をしてる人たちが、うん、この文化人協会にどんどん押し寄せてね、うん、意見交換してやっていけたらなって俺はすごくそれを切望してます、うんうん、なるほど、はい、今後じゃああれですよね、ロドリゲスさんが活動するときに何か文化人協会と携われるような流れが組み込まれてるのが一番ベストですね。そうですね、うん、だから多分今後、うんまあ、うちの P からきっといろいろな、うん、多分連絡が入ると思うので、うんうん、その時にロドリゲスさんの方からのあのアクションがあった方が今後、うんうん、いや、ね、言ったらうちの番組の、今までのゲストさんもそうですけど今後のゲストさんもいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、だからその時にあちょっとロドリゲスと組まして、うん、こんなことの活動をちょっとやらせてもらえませんかの話であったり、うん、言ったら ロドリゲスさんが今後活動としてイベントをやっていくとか、うん、こんな番組でこういうことの活動になりましたみたいな時に、うんうん、その時にフューチャリングだねきっとね、そうね、文化人協会も一緒に、うん、なんか言ったらロドリゲスさんだけで、うん、なんかちょっとエンターテインメントショーやりますみたいな話になった時に、じゃあ言ったらね文化人協会の、じゃあ生放送のロケじゃあそこでさせてくださいみたいな、あらいいじゃないのそれ、な形になるのがもしかしたら一番ベストかもしれない、そうだね、広めていくことそう、まずはね、が今大前提にあると、うんうんうん、そしてロドリゲスさんをまずは知ってもらうところからの始まりですからね、そうだね、そうね、はい、でやっぱり そこで集まった人たちに、うん、俺たち そのやっぱりそういう本音っていうか本当にみんなに伝えたい、うん、こういう団体なんですよってことを伝えて、で最終的にはその、うん、渋谷でおばちゃんがこう拾ってたら、うん、ロドリゲスだなっていう、はい、ことが分かっていただけるように広まっていけば、ね、うん、そうですよね、もうおばちゃんたちが手をこうやってもうあロドリゲスって言ったところにも、うん、もう活動ができたなっていう、そうそうなった頃にきっとね、あの我が輩もアミちゃんにも、うん、あ、ね、あの時の ロドリゲスがっていう感じになるだろうね、こうなったなと思うんで、うん、ほう8時のニュースで逮捕されてんねんあいつみたいな、やめて違う特集のされ方が違うからやばいことになった、まあ、今後のね、今後の活動にね、うん、交互期待で、そして今後の活動にうちらもね、うん、ちょっとね、うん、一緒にさせてもらえればなと思いますけど、ね、さあ本日もお時間があっという間の1時間の生放送のお時間が過ぎまして、はいうん、本日も、ロドリゲスさんたちには、はい、ここにお台場にお越しいただいた時からもう文化人協会に加盟していただくことが決定でございます、決定決定、ありがとうございます。なので本日は、ここでも活動されてるんですけど、あの団体としてロドリゲスさんとしての文化人協会の役職を、うん、本日も決めたいなと思うんですけど、決めましょう、うん、
うんうん、先ほどあのその、うん、社会貢献とか活動とか、うんうん、あのね、あの草刈りとか草、うんうん、ゴミ拾いとかっていうのがあったんですけど、うんうん、文化人協会的に何々係とか、うんうん、何々社長みたいなものをちょっと決めたいなと思うんですけど、うんうん、本人から何かあのこういう役職こういう係がいいなって、文化人協会でこういう係がいいなとかっていうのって何かアドバイスありますか？日常生活精神面相談課、うん、なんかよく分かんないけどもう決まってるじゃないですか、うん、きっちり決まってるやん、なんでそこだけはちゃんとさせてもう日常生活精神面相談課、今だってもうこれしかない、生放送始まって初めてぐらいズバッとしたのが決まってる、うん、やな、うん、もうメンタルヘルス課 でもいいけどねすごいもう全部一個一個の単語こう甲子園で引かなあかんような難しいのがバババンと並びましたけども、カルクさんからコメントいただいて、うん、もう最近はもう近隣の人たちに無関心で道で人が倒れてても知らんぷりでしょうって、うん、そういう世の中じゃないですか、それ嫌やな、はい、人の痛みも感じられない、日本はどこ行ったんですかねっていうお話と、はいはい、うん、政治家も自分の、選挙で頭がいっぱいで、うん、国会未来を考えてるとは思えないねっていう話があったんで、うん、これをきっかけにね、うん、また文化人協会をきっかけに、うん、ロドリゲスという言葉がね、そういうことなんです、広がっていくことが、うん、まずはロドリゲス活動かなと思います、うん、そうやね、もうね、みんな人に関心を持ってください、本当に、うん、それ一番大事ですよね、うん、で政治家の人たちもね、やっぱりね、責任があるけれども、うん、あの人たちも人間なんだっていうことを、うん、腹に落とした時にね、あんまり責められるもんでもないかなと思う、うん、ちょっと思うのよ、大事な、うん、もう大変な時代だし、無関心がやっぱね、うん、隣にいる人に絶対気を配ってください、うん、で隣と話したことがないっていう人、この都会にいっぱいいると思う、ね、でもトントンって叩いて、あの今日買った弁当が余ったから食べませんとか、そんなんでもいいんだと思うんだよまあまあまあ、ね、うん、もうそんな余った弁当を隣にやるとかそんな失礼だけれどもね、例えね、ちょっときっかけとしてね、きっかけとしてね、そうきっかけですね、うん、だ隣の人と話してください、うん、でなんか調子が悪いとかね、あんな孤独死とかっていうのは俺も最低だと思う、そうなんですね、こんなに文明進んでんのに、だからね、隣の人コンコンってやってちょっと一言二言話すのがナイスロドリゲスです、ナイスロドリゲス、無関心が一番いけねえでゲスってことですよね、その流れでございます、先ほどあれ、ケンタロウさんが言ってたのが何の、もう一回役職、日常生活精神面相談課、日常生活精神面相談課、精神面相談課、うん、はい、おはメンタルヘルス課どっちがええのさ、感じがいい、相談家、相談家でいい、相談家でいい、相談されるで、それを、あ、精神論やからやっぱり、うんうん、心の問題やねんな、うん、目に見えるもんをやっていくんちゃうぞと、うん、心を救うぞと、うん、でそれを広めるぞということや、そうそう、そうかそうか、うん、だからもうみんながね、ロドリゲスなんですよ、うん、そうそうそう、気づいてないだけなんで、戻ってしまうよ、そう、また話が戻ってしまう、役職、役職決めよう、気づこうぜ、あ、ごめんなさい、はい、ロドリゲス、ロドリゲス、いや、言ったらに、あの、うん、役職って何ですかって言われたら、うん、そういうの全部ひっくるめて、うん、あの、いや、ロドリゲスでって言われるのが一番ですもんね、うん、そうそうそう、後にはね、うん、そうですね、そうなっていくように、そうそうそう、段階踏んでポップステップジャンプ、うん、ポップホップやな、はいはい、ね、やっていかんとね、これ日常生活なんだろうね、これオッケーなんかな、日常生活、うん、ロドリゲスか、ロドリゲスかロドリゲスという言葉をね入れるのはね、パンダさん大事ですけどね、パンダさんは俺は俺だって、だから全然話しちゃうんです、時間を返してパンダさん、何があんねん、助けてほしかったんだからこっちは、ものすごい普通の時間かかったのが何やねんやろ、日常生活相談、傾いてるな、日常生活相談係ですかね、うん、日常生活相談係、日常生活相談係全員の、うん、あのパンダさんのその活動も含めてそうじゃないですか、まあね、なんかそういうのも含めて今回の、うん、ロドリゲス的な役職は日常生活相談、うん、相談委員長とか、相談委員長、委員長、委員長にしようか、でなおかつあのパンダさんのアカウントで相談も受けてるわけです、はい、そうそう、その流れにいたしましょうか、はい、そうしましょう、はい、よろしくお願いします、いい感じまとまりましたね、ということでロドリゲスさんは日常生活相談委員長に決定でした、ありがとうございますね、これでこのね、役職だけ見たらめちゃめちゃ硬そうな感じだけど、パッと見たら、おーみたいなね、ファンキーな感じですね。また、見た目ファンキーなのに、やっぱり、ね、言ってくれることはちゃんと言うからね。そうやね。熱いよね。そう、なんかね。まあね、まあね、でもね、基本、フランクにね、うんうん、飲み行こうぜぐらいな感じでやっていった方がいいと思う。やっぱ、うん、その方がいい、人間ね、心開けますよね。さあ、お時間もなくなってまいりました。はい、本日が、
1033万コンテンツ中、うん、番組の視聴率が世界第4位、うん、4位、世界第4位、ありがとうございます、4位やで、世界4位の視聴率をいただきましたね、すごい、もう番組も終わりに、ロドリゲス、それこそがロドリゲス、アミゴス、番組が終わりに近づいてきましたけれども再来週の、はい、ゲスト文化人さんのお友達を紹介していただきたいんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと電話しますね、はい、はい、ください。ちなみにどのような方でしょうか。原宿でですね、はいはい、ソーシャルラウンジアジトっていうのをやってるロドリゲスのアジトがあるんですけど、おお、そこの、ね、そこの軍団2名をちょっと今から、あ、家族が、はいはい、ソーシャルラウンジ、レストランとかそういうことですかね、まあ、カフェみたいな、ね、アジトですね、やっぱりね、アジトです、絶対怪しい雰囲気じゃないですか、はい、これ聞こえますか、これいけてる、こういう感じでね、これこれね、大きい大きい、はい、お名前ちなみに、ロドリゲス、あ、もちろん、合言葉ロドリゲス、はい、もしもし、あ、こんにちは、通じ合ってんの、そういう流れなんですか、はい、はい、今変わりますね、変わりますか、はい、もしもし、はい、もしもし、ロドリゲス、どう言ってくれよ、言ってくれよ、ロドリゲスって、ロドリゲスって言うやんか、合ってんの、それにはどう思ってくれるのかね、ご連絡いただきまして、うん、再来週のゲスト文化人さんとして、あのお台場日本文化人協会の方に出演をお願いしたいんですけども、再来週土曜日日本文化人協会お台場の方にお越しいただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです、ありがとうございます、はい、ロドリゲス、はい、ロドリゲス、ロドリゲス、さあ、はい、もうロドリゲスの使い方がこの1時間ではね、ちょっとね、わからなね、イエスロドリゲスって言うてほしいねんけど、どうもしかね、一点張りですからね、結局アジトの、ソーシャルラウンジの、店長さんでよろしいですか、そうですね、はい、にお越しいただきますので、再来週の生放送もぜひ楽しみにしてください、はい、します、さあ番組の方が最後のコーナーになりました、あれいこう、毎回いただいてますけれども、はい、本日も新感覚団体ロドリゲスさんをゲストにお出迎えして、うん、名言のお金とはという問いに答えていただきたいなと思うんですけども、本日はじゃあロドリゲスの代表の健太郎さんにとって名言のお金とは、はい、お金とは道具です、道具、お金とは道具、かっこいいね、短いな、道具、お金と同じ文字数できたよ、うん、道具だよ、道具とは、うん、道具とは、道具とは、うん、人間が使う、うん、便利なもの、うん、ですかね、うん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 、なるほどね。なんかね、スパッと行きすぎてね。なんかね。だから、なんか、ケツがあるんじゃないの、なんか俺、腹6分目前の方がいいかなと思って。いやいやいや、そんなことない。めっちゃ気にするやん。大丈夫。我が家まみちゃんもね、思いのほか日常生活精神面相談家の方がズバッときすぎてね。ズバッときすぎてね。ほんまにね、答えすぎて、逆にあれ、あっさりやねん。なんかあんのかなと思ったら。そう、濃厚なスープ飲みすぎたからね、ちょっとびっくりして。でもお金とはそうですよね、道具ですよね。だからね、お金ってね、じゃあもっとちゃんと言うとね、お金って白いと思うのよ、お金は白、お金って色で言うと白、もう黒にも染まるし、綺麗なね、レインボーカラーにも染まる、何色にも染まる、使いようによっては何色にでもなるので、あの使いようは人間が考えてしっかり使いましょうという道具じゃないでしょうか、あー、うん、やっと文化人っぽくなった、うん、だるー、いいね、だるー、え、じゃあでも今日一の笑みじゃないですか、ね、今日一の安心感じゃないですか、もうほんと正直ホッとしてるんだよ、ロドリゲスだってね、ホッとするんだよ、不安にもなるんだよ、そうなんだ、人間だもの、当たり前だよ、大丈夫、そうですよね、いろんな色に、それはもういい意味でも悪い意味でも染まりますからね、お金という価値観があるせいで黒くもなるし、うん、お金というものがあるから白いやり取りもできるし、そうそうそう、それええな、なんか道具って何って期間があったら、あ、そうかってなったけどね、うん、いっぱい出てきますね、いろんな引き出しからね、うん、ほんまに、うん、なんで最初に白いものって言わなかったんですか、言わんかったんやろ、なんでやろうな、ね、サブタイトル、まかなあかん、まかなあかんと思ってま、巻いたん、巻いたん、自分の中で巻いたけど出た言葉が道具、道具、そう、それがロドリゲス、なんでそんな気使うねん、もうだいぶロドリゲス、ゲってましたよ、ね、ロドリゲス、ロドリゲスってました、うん、いや素敵なお言葉ですね。健太郎さん的には、うん、白いものでよろしいですか、じゃあ白いもの、ちゃう、うん、道具の方でいきます、白いものでいいな、うん、白いもので、うん、白いものだな、ちゃんと締まりますもんね、うん、そっちも、うん、白いものでいこう、はい、ということで本日のゲストロドリゲスの代表健太郎さんからいただきました、はい、お金とは白いものという言葉いただきました、はい、ありがとうございます、はい、納
納得がね、いきましたね、最後ね。いやもう、スパッと。スパッと、はいはい、白いものが出た途端に丸まったね。よかった。ヒヤッとしたけどね。満点の笑みが出てよかった。うん、ったさあ、コメントの方いただいて、はい、カルビさんが、はい、何だろうな。市役所かよ。ちょっと待って。なんだなんだ、なんか結構時間経ったから、うん、そう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 、いろいろな話もあった。我々も困惑しておるよ、この王さんに。そう、あ、違う違う違う、日常生活精神面相談家のやつを、あ、自分で考えてたのかよっていう。違う違う、サクッと出た、これはサクッと出たんだよ、ほんまに、うん、そうそう、本当にこれはサクッと出た。番組は多分ね、今までの番組を見てきた中でそこだけはね、サクッときたのかな。びっくりするわね、急にスパーッといったからね、あそこだけは、ね、素晴らしいね、迷いなく、うん、なるほどね、迷いなくあそこだけで労働に行けってだから、うん、1番のあと、はいはい、カルビさんがアメちゃんが抜けば1位になれそうって4位だったんで、ちょっとずつ行く、でももうあかん、4分で脱ぎ切られへん、聞こえてるからごめん、強制した気だからちょっとダメ、あとカルビさんが、サライチのゲストさんが、うん、アジとかよって革命家かよって、革命家です。今日なんかかよかよでツッコミ忙しいな、カルビさん。革命家なあ、そうね、もうね、だってロドリゲスのアジトですからね、そうです、もうその響きは怪しいんだけどね、うん、ね、再来週のゲストさんもお楽しみに、 ね、あとは、はい、パンダさんがコメントいただいて、はいはい、お金はただの金属、染まるのは人の心だって、おお、うん、ロドリゲスだ、ロドリゲスか、あ、じゃあ紙のお金はどうなるの？ん？なんの？紙の、紙でできてるお金。いや、あ、パンダさん味方でしょ。味方同士で噛み合ってちゃんと助けてくれるコメントもらえると、パンダさん。パンダさん何歳な、結構あれやな、小銭で言うてはるから可愛らしいってことな。ほんまに。パンダケイジローさん。パンダケイジローさん。パンダケイジローさんのね、コメントも、パンダケイジローさんのツイッターの方に、本当に相談してもらえると、入れてもらえるんですよね、はい、そうそうそう、はい、まあ、スーツメンももちろんやってますから、うん、はい、ソーシャルヒーロー、スーツメン、そうですよ ね、 ね、それで調べていただくと、はい、もうどんどん、まあ、サブカメの方で、うん、もう一回じゃあこちらの、はい、本日のゲストロドリゲスの活動の一つでもあります、うん、はい、スーツメンとパンダケイジローさん、はい、の方も、何でお調べすると出てくるんでしたっけ、うん、パンダケイジローで調べると、パンダケイジローでも出てきますし、サブカメの方も一回つけますかね、はい、こちらで、はい、じゃあまたシュールに回そうかなと思いますので、はい、ね、思いっきり見にくいところに、まあこれ人間 .com でちょっと調べてください。人間 .com、うん、俺ら人間だろと、人間だろ、俺たち人間だろ、人間じゃねえのか、こちらの方も出てきます、人間 .com、 今のところロドリゲスでお調べすると何か出てきたりとかするんですか、どうなの、出ないっすね、出ない、出ない、今のところはね、出ないっすね、始まったわけですからね、そうそうそう、こっから広がってるから、本日のきっかけにロドリゲスですから、定期的にちょっと調べてお願い、出るかもしれない、あとここの宣伝がもしあるようでしたら、なんかあるかい、特にないですよね。ないの？来週ライブです。あ、ライブ。健太郎さんは個人でアーティスト活動してて、ネタキューさんはあと役者の方。そうですね。をされてるんで、はい、何かお調べになったりとか検索すると引っかかるみたいなのって何かあったりしますか？高円寺クラブルーツというところで来週ライブやるので、その高円寺クラブルーツで調べてもらうと出てきます。はい。だいぶそれはロドリゲス的な歌を歌ってくれたり。そうですね。うん、あ、そうなんや。それ見物じゃん。ロドリゲスライブの方もお楽しみにしていただければなと。はい、竹さんは何かお調べになると、そうですね、僕はまだまだ水面下でなんか潜伏してるのでまだ出てこないと思います、はい、多分渋谷でゴミ拾いしてると思います、あ、それ、はい、それで言っちゃうの、ね、はい、ぜひ渋谷原宿で、後ろのスーツメンさんの方をお見かけになった時には、ぜひ声をかけていただいて、うん、はい、これも分かりやすいよね、そう、あなたも新感覚ください、ね、はいはい、声をかけた時点でもうロドリゲスに入団ということで、うん、そういうことです、はいはい、ずっと気づいた時点でロドリゲスですので、はいはい、大変やで、ね、ずっとこなしてあるからな、今回も見てくださったそこのあなたももうすでにロドリゲスロドリゲス、不思議空間ですよ、気をつけていただかないともうこの団体に巻き込まれてますからね、よろしくお願いします、あなたの団体にもあなたもロドリゲスになってますから、急なパスで申し訳ございませんね、あと鈴木鈴木通が、毎週火曜日に、はい、即興芝居コロシアム、はい、プレゼンツ SSC プレゼンツコロシアム TV というネット番組をしておりますので、こちらの方もぜひ、ロドリゲス、はい、毎週火曜日、本日からはロドリゲスとなりましたので、はい、ロドリゲス TV という形になりましたので、はいはいはい、こちらの方もツイッター、参加できますので生放送ぜひ参加してみてください。はい。はい。もうまだいける私。お、いけいけいけ。あのね、はい、明日なんですけど、私ちょっと女芸人の活動もやってましてですね。渋谷の無限大ホールで明日の12時から400円、チケット400円で、ちょっと MC とネタやらせてもらってるので、どうか見に来てください。お願いします。あ、詳細お願いします。出てきたりとかしないの？
ちょっとね、ミックスジュースっていうちょっとユニットでやってるんですけど、ミックスが、ひらがなでですね、ジューって書いて、うん、これアポストロフィーの S かな、うんうん、で出てくると思われます。うんうん、はい、はい、ぜひ、明日、お笑いライブございますので。よろしくお願いします。見に来てください。一応。はい、見てください。よろしくお願いします。ますお願いします。はい、はい、最後のコメントで、オマルボーイさんが、はい、3時間に変更したので、もういって、そうなの、もういもうい !3 時からになりました。もう、先週からずっと3時からでお届けいたしますので。何週またぎやねんな。来週からもぜひ3時からお付き合いください。はいはい、カルビさんが、おまるさんはもう終わるって、そうなんです。終わってしまうんです。カルビさん、あみちゃん見に行きたいねって言っておきました。よろしくお願いします。絶対調べてよ。そうなんですよ。おまるぼさんが、魔性のミックスジュース。ありがとうございます。魔性のミックスジュース。ぜひ、あみちゃんの方も、ね、応援してくれるね。はいはい、ということで本日のゲストは新感覚でロドリゲスさんをお出迎えいたしまして、文化人協会の役職が日常生活相談委員長、はい、という形で、ロドリゲスさんをゲストに1時間生放送を、お届けいたしました。ぜひ来週も3時からですので、皆さんぜひ生放送に参加してみてください。よろしくお願いいたします。本日もお台場日本文化人協会どうもありがとうございました。ありがとうございました。